どうも、WBC です。WBC です。今日皆さんに学んでもらう熊本弁は、はい、こちら。じゃん。アンパンとアンパンとアンパン。パンですね。そうね。はい。まあこれはね、東京で使うと間違いやすいけんね。そうね。間違えられるでしょうね。うん、ではね、うん、今回も、うん、皆さんに考えていただきたいんですけども、はい、ヒントを出しながら、はい、考えていきたいと思います。いきましょう。はい。一つ目のヒントは、はい、イントネーション。アンパンとアンパンとアンパンマン。よく間違えるよ。これはもう、皆さんはきっとね、アンパンが浮かんでるでしょうね。なるほどなるほど。アンパン3つだろうみたいなね。あのアンパンマンのアンパンね。そう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 。はい。これで分かったらね、ほんとすごいよね。熊本オイックね、うん、これで分かったらもう650硬いね。硬い。硬い。700以上いかんだけど。700以上はまあ、そのイントネーションの前で分かってほしかった。700以上取りたかったらね。文字見ただけで、文字見ただけで分かってるし、それはね。じゃあ二つ目ヒントいきましょう。第二ヒント、はい、こちらは、はい、デモンストレーションです。おばちゃん、アンパンとアンパンとアンパンマちょうだい。わかりました。わかりましたかね。それでは正解の発表です。アンパンとアンパンとアンパン、こちらを標準語に直しますと、あのパンとあのパンとあのパンという意味になるんですね。はいはい。だから例えば、まあ、あのパンとあのパンとあのパンを取ってって言われたら、まあ、別のものをだから取らなきゃいけないわけですよ。そうですね。まあ本当は指さしてたりとかが一番わかりやすいんですけどね。うん、うん、アンパンを3つ持ってきたりしたらもう、ネイティブ熊本ではないです。熊本じゃないですね。慣れないです。はい。ぜひね、熊本行った際にはちょっとこれを使ってみてください、ね。はい。平気で伝わりますからね。はい、そうですね。はい。はい、ではまた、はい、皆さん、会いましょう。はい、さよなら。チャンネル登録、よろしくお願いします。よろしくお願いします。